じゃーん。シャコタンで釣れたです。皆さんおはようございます。さあ今日もやってまいりましたシャコタン方面サーフ、ズバリヒラメ狙いでやってまいりました。今日は一人じゃないですよ、ヨッシーが参戦してくれてます。ただちょっと雨がね降ってるんで、それだけは残念なんですが、雰囲気はとってもいいです。もしかしたら釣れるかもしれません。頑張ってみます。今日も最後までよろしくお願いいたします。ちょっとジグでまた地形を探ってたんですけど、根掛かりしなさそうなんで、またルアーをどんどんチェンジしていきたいと思います。今日はまずはこの赤金からスタートします。はい、少し移動。今日はどんどん移動してきます。また移動しましょう。ちょっとずれていきます。少しずつね。飛びすぎダニエル、このピンクでいきましょうかね。じゃーん、今ヨッシーが近づいてきました。何か釣れたみたいです。じゃーん、シャコタンで釣れた石狩ボッケです。結構でかいじゃないですか、よし。ねえ、まあまあですね。どのぐらい、結構これ20、30ぐらいかな。いい、ね、うん。とりあえず坊主回避です。でもなんかいないね、雰囲気がね。そうですね。ねえ、あの岩の横とかなんかあれかなと思って引っ張ってたら根掛かりしましたよ。今、密かにリーダーもしてましたからね。釣れねえかな、石狩ボッケでもいいから。先行してた釣り人さんも帰って行ってます。もしかしたらいないのかもしれません。ただ、ヨッシーがそばにいるんで、夫じゃ諦めませんからね。他の場所はね、随分風が強くてできそうになかったんですけど、この場所はヨッシーがいろいろ調べてくれて、ここなら風避けれるよ、風が弱いよっていうところを見てみたんですけど、ドンピシャ正解です。さすがベテランハンターヨッシーですね。の一言でちゃんと顔をぼかしますから大丈夫です。大丈夫です。もうあと一頭だけ。
廊下両手両手ダメ？反応なし。どうせ違うこと考えてるんでしょ、だってでしょ？今ヨッシーもワームを取りに行きました。すいません、僕たち二人ヒラメは諦めて6石に変更です。当たったの？マジですか？当たってるらしいんですよね。きっと夫じゃ釣れないにしてもヨッシーは多分釣ってくれると思います。今ヨッシーが釣りました。はい、ちっちゃいですけど、はい、ガヤちゃん、はい、もうさすがです。また釣りました。ちっちゃいですけど、ちょっと待ってくださいね。よいしょよいしょ。はい、ちょっとでかく映しますか。15センチぐらいかな。そうですね、15センチぐらいかな。またヨッシーが釣りました。はい、顔は映さないように。さすがです。ヨッシー映してないんですが、これで5匹ね、ここで5匹釣ってます。ということで今日はこの辺で。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ホットジャン嫁ジャンを応援してくださる方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。